リンクバーを3往復して、気がついたらまた終電の時間が来て、友達だって思ってるのかな、話が合うからってだけなのかな。3回ご飯食べて告白しなかったらただの友達になってしまうよって説あるし、だんだん焦ってきて、好きかどうかが会ってない時に考えてる時間の長さで決まるなら間違いなくそうで、お店の人に感じいいなとか、歩幅合わせてくれるなとか、ポイントカードだったらもうとっくに溜まってて、次は絶対告白しようって、終電までに告白しようって決めて、二人でガスタンク見に行った。いやこれはちょっと想像以上ですね。私舐めてました。ガールミーツガスタンク。やば。いい写真撮れた。どうですか。終電まで残り8時間。ここから雰囲気を変えていこう。何かが始まる予感がして心臓が鳴った。話が合うからってだけなのかな。友達だって思ってるのかな。ずっと二人でいたいってずっと考えてた。こういうコミュニケーションは頻繁にしたい方です。花束みたいな恋をした。俺、別れたくない。